ントです。よろしくお願いします。で、今回はですね、楽天ナンバーワンユーティリティプレイヤー山田遥作ってみたはい、というわけで今回ですね、覚醒で登場した山田遥選手を使っていこうかなと思います。はい、山田選手といえばね、はい、こちらでございます。この守備力、いや、すごいね。で、今回はね、この守備力があるということで、まあ、ファーストでは今回起用したいんですけど、サード、ショート、セカンド、全部でね、起用していこうかなと思います。というわけで今回ですね、2番に置いてやっていこうと思います。あのね、超チャンス持ちなんで、2番に置いてやっていこうかなと思います。それでは行きましょう。P1 はとても元気です。はい、というわけですね、じゃあ1試合目やっていこうかなと思います。おー、バーサス巨人純正、お願いしまーす。というわけで、まあ、とりあえず最初は、ショートで起用していこうかなと思います。ガチオーダー、まあ僕のガチオーダーはね、ショートで起用していくんで、とりあえずショートで起用していこうかなと思います。守備の機会があればね、見せたいと思います。さあ、打っていくぞ。ちょっと4点ビハインドはやばいわ。ちょっとやばい。打たれすぎ、マジで。いや、赤か。さあ、第1打席目。あのね、超チャンスしか持ってないんですよね。さあ、OK 行きましょう。OK 落ちる。OK 渋。渋まあ、というわけで、まあ、山田遥選手のね、能力ね、解説していくんですけども、今回で、ね、まあ、楽天で、ユーティリティプレイヤーって枠で来ました、今回。特徴はね、やっぱこの守備力じゃないですかね。特殊1回、まあ、サブポジがね、1回上がると、サード、ショート、セカンド、全部 B っていう、すんごい能力。うわ、最悪最悪なんだけど、ちょっと。あ、負けたわ。強制負けこの時間帯は、こんばんは。さあ、2試合目やっていこうと思います。よろしくお願いします。また高校かよてか、さっきの方マジで上手かったんだよな。普通にこう強制されたわ。最悪だ。で、今回ね、サードでやっていこうと思います。ちょっとなんかショートの時なんか飛ぶ気しなかったんで、とりあえずサードに置いてやっていこうかなと思います。さあ、というわけで、まあ、守備の時特になんもなかったんで、バッティングやっていこうかなと思います。というわけでね、山田遥選手なんですけども、ですね、先日ですね、特番があったんですが、九州ネットが入った？はい、ピーマンナイスナイスピーマン。ちょっと待って。この後話します。で、ホームラン打っちゃダメじゃん。チャンス出したいのに。超チャンスなんですよね。まあ、少しバッティングでは使いやすいけど、まあ、表捨てがね、やっぱりちょっと低いんで、まあ、基本は守備要員って形になる。うわ、最悪だ。最悪だ。さっきはヒット打ったけど、今回は点勝った。で、その九州内の特番の中であったんですけども、山田遥選手だと、こういうフォームが追加されます。はい、正直言うとね、こういうフォーム追加されてから、まあ動画作るのはありだなって思ったんですけど、まあ一回、まあちょっとそれはそれでね、またちょっと違う時に使いたいなと思います。他にもね、フランコ、村林、吉明だったっけな？がこういう追加されますよと。いや、それで、ね、文句を言いたい俺は。うん。文句を言わせろ。いや、まあ、いいんですよ、こういう追加されるのは。まあ、村林とかの固有もね、もうやっと来たって感じですから。その固有の中に、オゴがいない。うん。オゴ、ワッピー、ウチがいないのが、個人的にも許せなくて許せなくて、いや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 、みたいな。いや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 、まあ、はるかの固有も嬉しかったんですよ。発表された時にね。いや、オゴはと思っちゃって。オゴを何としてもいち早く追加すべきでしょって思っちゃって、はい、そこがもう許せなかった俺の中で。ちょっともうね、めっちゃテンション下がりましたね。勝った抜けると思わなくて黙ったけど勝った。よっしゃよっしゃ。じゃあ次はセカンドで起用しよっかな。先生は最後。はい、というわけで3試合目やってくぞーい。だけどね、まあ、先行来たね。まあ、2番セカンドでやっていこうかなと思います。実を言うとね、この動画ね、撮る前にね、山田遥選手使ったことあるんですよね。ランク戦とかで。まあ、配信でもね、まあ、ちょこちょこ使うことがあったんですけども、なんと、配信外、動画外でね、実はね、ホームラン打ったことあるんですよ。実は打ったことあって、いやーね、それなんでリプレイ保存しなかったんだろうって今です、もう後悔しますね。オッケー、ナイスピンは？さあ、これチャンスになるんじゃない？走れ！オッケーオッケーオッケー！よっしゃ、超チャンス！出てくれた！頼む！はい、でなーい。他が走塁と粘り打ちだったっけな？それはレベル3までとりあえず上げてきました。さあ、これに固有フォームがつくって考えたらね、楽しみっすね。マジか、はるかに固有っすよ。楽しみ。オッケー？まあ、外角攻めだよね、基本的に。
だからちょっと左中間とか右中間を割っていきたい。ミスったボールかそれ。やべえ、マジか。マジかよ、ちょっと長打は打ちてえよ。さあで、セカンド起用なんですけど、まあはるかセカンド起用はね別に何もないんですけど、僕のオーダー的にサードウィーラーが恐怖すぎて、あのできるだけ頑張ってセカンドに打たせようかなと思います。もうてか絶対サード打たせたくない、マジでトラウマっすね。オーケー、ナイスプレー、いいねいいね、これ取ってくれるんだったら全然オッケーやね。まあ、走力が69だからめちゃめちゃ広いってわけでは正直ないと思うんだけど、まあでも全然いけるっていうか普通に守備は上手いですからね。さっきも言ったけどさ、もう俺の中でもサードウィーラーを卒業できたんですよ。これずっとサードウィーラーで、でほんとひどいプレー毎回見せられて、もう嫌だったんですけど、はるかをショートに入れて、で模擬をねサードに置くことで、なんとなんとウィーラー、サードウィーラー卒業できるっていうね。いやほんとやっとです。はい、さあはるかにつなげれるかねこれ。さあゲッツ未遂で、さあはるか来た、超チャンス来た、でもそんな捨て上がんねえそんな捨て上がんねえ。さあ5番目打ってくれ。いや外角攻めやめようぜマジで打てる気しない。え、ああ、さあというわけでよろしくお願いいたします。いい加減長打を目標にします。はい、あのホームランは狙うと多分間違いなんで、で長打打てたらいいな。そういえばね、あの今思い出したんだけど、あのさ、今年一番個人的に印象残ってんのがさ、武藤選手と山田選手の武藤のホームランパフォーマンスあれちょっとなんか今年すんげえ印象残ってんだよな、めっちゃね。あのホームランパフォーマンスね、まあ、今回のアップデートはシンプルに間に合わなかったんだろうけどちょっと来年とかちょっと期待したいよね。ホームランパフォーマンスとして追加してほしいわ。マジで言ってる？辰巳がホームラン打った時は一緒に洗脳ビームやってましたね。 OK! 洗脳ビーム先行頼む、マジ先行来てくれ、もうちょっと全然打てない、先行頼むお願い、いっぱい出してきましたい、よし、さあ行くぜ。いやそう、スピリッツはね高いから押せるからね、そこはいいところ。いやー外角かー、ミート打ちますか。いやーでもスピリタでミート打ちじゃないよな、強振だろ。わけなかっちゃい、現実現実ーピーマン超えて頼む、よし、オッケーオッケーオッケー、ナイスピー、さあ超チャンスカモン、オッケー、いいね、パワーは69まで上がると。まあ、今回ね、称号はできなかったっすね、さすがにちょっと。まあ、A ランク4枚と、覚醒突攻地でやったんでね、ないんですよね。抜けろ！打球弱くね？OK、ナイスプレイ決定っすあんたがファインプレイ披露してどうすんだ、はるかに披露してほしいわ。オッケー、超チャンスです。さあ、タイピン出るけど、打ちますぜ。はるかの背番号は42。前に42番をつけたのは、1点数だ。1点数を憑依させて。はるかより1点数の方がいいプレイしてるやんけ。背番号一緒だからといって、あんたはアピールしなくていいの。サクッとフード。はい、というですね、山田はるか選手、使っていったんですが、いやーちょっと厳しかったわねえ、別にまあちょっと後半の方はね、ちょっと俺打撃の調子あんま良くなかったんだけど、まあ序盤の方とかね普通に他の選手で打っていった中で、そのこの人だけ打てなかったってことは、やっぱシンプルにいや打ちやすいって感じてたんだけど、いやでも数字には出なかったっすね。はい、だから基本的にまあこの守備力を生かしての守備要因が一番いいかなと思います。守備はねめっちゃ良かった、全然ね悪いところ一個もなかったわ。うん、最後に皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。おつおつっと。